ワンガン TV、始まるよ<スープ> はい、えー、おはようございます。千葉湾岸 TV です。まあ本日はですね、千葉湖ですよ、千葉湖。まあ大体ね、えー、あんまりね、釣れるイメージがないんで、まあ年に1回ぐらいですかね、えー、来ます。まあ釣れるときはね、あのー、まあ連チャンして、まあ来たりもするんですが、はい、えー、今日はね、タコを狙っていきたいと思います。タコです。 ね。まあ、いるかいないかって言ったら、まあ、微妙なところなんでしょうけど、まあ、毎年ね、確認だけはね、えー、来るようにしてます。まあ、範囲としてはね、ずっと一番右の奥から、ずっと、えー、っと、左までね、えー、左の奥まで行けると思うんですが、大体ね、まあ、僕は入り口、ね、こっち、左方向から来て、 えー、階段降りてね、えー、右側ですね。えー、たいここら辺がね、えー、僕のポイントかなと思います。まあ、最悪ね、僕左に行くことはほと、ほぼないんですが、あ、ちょっと、階段のね、ちょっと先までは行くんですけど、向こうの奥までは行くことはないです。行くことはね、ないです。だいたいね、行くんだったら、えー、右の奥ですね。 え、こちらの奥の方が、ま、相性がいいかなっていうね、え、感じでございます。え、じゃあね、早速、小雨の中ね、やっていきたいと思います。はい、え、今日持ってきたね、えぎ。たいね、ま、ダイソーえぎですよね。イカイゲちゃん。はい。ここら辺はね、あの、足釣りさんっていうね、え、高山さんのね、え、旦那さんがね、作った、え、手、手製というかね、はい。 この、エギね。これはね、ちょっと、釣れたら使おう。ね。もったいないじゃないですか。ね。で、これはね、ど、誰だったかな。カサゴンナベッチちゃんに、いただいたのかな、これ。うん。ね、なんか、タコを狙ったアピールカラー。ね。これも釣れたら、 とか、海の状況で根がかりがあんまり少ないようであれば使っていきたいと思います。まあ、大体どうだろう。僕がね、好きなのはね、このオレンジカラー。ね、この100円のオレンジカラー。と、ああ紫はね、紫とね、白はどっちでもいい。ね、まあ、これをね、2つつけて、えー、あと、重り入れて、沈めて、誘っていきたいと思います。 はい。本日のね、タックルになります。このね、竿はね、もうどうだろう。3、4年ぐらい前に、視聴者様のナナボスさんにね、いただいた、えー、っと、これはね、五道府会でいただいたね、竿ですよ。もうね、結構3、4年経つかな。もうずーっと使ってますよね。これね、タコにいいんですよ。うん。で、あとこのリールはね、多分千葉鑑定団かどっかでね、 あのー、多分1000円とかで500円とか、ね、1000円で購入したようなねでっかいやつですよ、これね、じいじいじいじになるんですよ、古いんでね、巻くとね、すごい音が鳴るんですけど、まあこんなもんでいいでしょでえー、っとこちらがエギちゃんですね、2つついてます。はい、やってきますはいいや、えー、やっっててききまますすじゃね ああ、なんかおっぱい釣れましたよ、おっぱいね。まあ、幽霊墓屋かな、これね。まあ、通称おっぱいって呼んでますかね。はい。まあ、釣れたっていうか、引っかかったっていう感じですけどね。 はい、今ね、目の前にね、まあちっちゃい魚群れてますよね。で、クラゲもいますよ。ね、ちょうどそこのところ、ねさ、わさわさしとるところね。えらいちっちゃいベートですよね。なんすかね、ボラのちっちゃいやつ子供うん。まあ海はね、結構濁ってますよね、これね。うん。まあ、こういうのもね、 まあいいんじゃないでしょうかなんかね生体確認がねせせえせ生命生命いんのかなこれまあさっきはいましたけどちっちゃいのね なんかいるのかななんかねいないような気がしてきたまあこう全体をほんとくまなく探せばまあ何匹かはおるかもしれんけどなんかねいないような気がするんだよなうん,なんか <laughs> 釣れる釣れる気がねしないうん、なんとなくね うん、ゴミでも引っかかってねうわあ、根がかりだゴミでも引っかかってねなんかあっとか思いたいっすよねうんなんかそれぐらいね生体反応がないっていうかねうんあ取れた、まあ、結構ね近くなると根がき,きついんでねうんまあでも 寝がないとタコがいないからまあ寝があってもいいんですけどもちろん寝,寝がないと困っちゃうんだよねうん縁の方も縁物の方もねまあ 広範囲で、ねえー、ヘチから、まあ、ちょっと先とかあとちょっと投げてみるとかね広範囲ではね探るんですが構、うん、内には絶対いる千葉ね千葉構内には絶対いるんだけどねそれはね確認済みなんだけどうん。 まあここはねいないと思うんだよなうわ根掛かりやうわっダメかなだめかな根掛かりかもしれんあ根掛かりじゃなくてロストかもしれんもうねえおっしゃおいしょっあああああ全部 全部なくなっちゃったじゃんええあれ糸しかないえあ、糸しかないじゃんああダメだこりゃ糸しかなくなっちゃってこれ見えるこれ,これなんもないこれぽよ ダメですね。はい、えぇ、ー、11時になりました。まあね、2時間半ね、投げ続けたんですけど、もうね、50肩が痛い。右のね、肩が50肩なんですよ。で、まあいつもやってるね、あの、外棒の釣りは、一回投げたらね、こう、動かさないじゃないですか。まあ、動かしても差を先ぐらいなんだけど、 このタコ釣りっていうのはこう誘わなきゃいけないんで、常にこうやってる、あの右手でね、こう竿をツン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 やってるから、ちょっとね、50方にはね、これきついっすよ、ほんと。まあ、というわけでね、まあ今回、これ5月の末なんですが、まあどうだろう、あったかくえなってね、もうちょっと、石ガニとかがね、 まあ、ワンサ入ってくる時とかね、えー、そうしたらタコも一緒にね、えー、石垣大好物ですから、まあ、それを狙ってね、えー、来るかもしんないですよね。まあ、その時までね、えー、まあ、ちょっと待とうかなとかね。あと、情報の方ね、また、あのー、仕入れてね、えー、来たいと思います。 前はね、5月でも、前、爆脇した時あったじゃないですか。えー、っと、その後の年もね、5月ぐらいからはね、釣れてたんだけど、まあ、だん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 ね、えー、数が減少して、えー、今はね、まあ、いない感じですよね。まあ、千葉港でもね、いるとこにはいる,いるんでしょうけど、まあ、ここのね、えー、中央ふとの釣り場は、 まあ僕の結果として、まあいないかなっていうね。えー、そんな感じです。じゃあね、次はね、外を行きますよ。じゃあ皆さんね、えー、さよなら、また見てくださいね。